ご視聴ありがとうございます。お元気にされていますか？ふるさとについて詳しく知ろうと思ったとき、昔古墳が見つかった、鎧が出たと聞いていたので、なんとなく歴史資料館に行ってみたら、なんだこりゃ、鎧に衝撃を受ける。そして今やその古墳の正確な場所を知る人すらいない状態。たたりの噂もある薄暗い不気味な場所に勇気を振り起こして行ってみたら、外国や観光地でもない場所で鳥肌が立つほど感動しました。その横穴場とされている古墳は、盛り土が行われていると言われており、横穴場の上にある盛り土を確認し、以前からここは前方後円墳ではないかといった指摘があったことを思い起こしました。鎧を身につけたのは誰か、横穴場でなく前方後円墳の可能性はあるのか。それからずっと古代に関することを調べ続けました。関連がありそうなことなら何でも調べました。周辺の遺跡や古墳、神話、言い伝え、そんな中で熊本の江田船山古墳から出た国宝にもなっている炭鉱が気になりました。現在は東京の国立博物館にて展示されています。2010年12月に見に行ってみたところ、衝撃的なことがありました。さてここで問題です。国立博物館に行ってみて一体何が起きたのでしょうか。1、古代の武人の霊が出現した。2、改修工事のため休館だった。3、天皇陛下にお会いした。答えは3の天皇陛下にお会いしたです。現在の令和時代の天皇陛下ではなく、当時は平成、現在の上皇が天皇だった頃ですね。当日行った時に体格のいい屈強な護衛の方々が5、6人ぐらいいて、何事だろうなと思っていました。以前小泉純一郎氏に遭遇した時も、SP の方々が迫力があって印象的だったので、それを彷彿させる感じでした。写真撮影などは禁止されていたので、神妙に直立不動にしていると、にこやかな笑顔で手を振りながら通過。テレビで見るよりも少しお顔がむくんでいるようにも見えて、やはり体調が悪かったんですかね。それでも笑顔で活発に歩く姿には感動しました。一緒に行った人を見ているので、それが証人です。まあそんなことがあると、やはりこれは何かあるぞと思って、当然じゃないですか。普通じゃないですよね。同じ頃に大分県臼杵市の石人、こちらも炭鉱を形作ったものなんですが、こちらにも行ったりしていました。こちらはですね、現在の天皇陛下、令和の天皇陛下ですね、が皇太子だった頃に訪れてたりするんですよ。すごいですよね、それはまた。
この頃はたくさん資料を作って、それを考古学に関連する大学などの研究機関や専門の学芸員がいる博物館、歴史資料館、いろんなところに送っていました。最初のうちは返事がなかったのですが、繰り返し送っているうちに、こちらの資料の質も上がってきたのか、徐々に返事をいただけるようになってきました。何度か直接お会いした機会に細かく質問すると有益なご指摘をいただき、考古学に関する知見を深めることができました。やはりどんな分野でも自分で調べた上で疑問を持ち、専門家の方々に直接聞いてみると間違いが分かっていいですね。答え合わせというか、自分の頭を使うところがポイントなんですけど、それと同時に考古学分野の独特なしきたりのようなものを知る機会もありました。一番明確な事例からいくと、東北の旧石器捏造事件の後遺症ですね。かつて東北のアマチュア研究家が自分で埋めた石器を自ら掘り出して発見したように見せた事件、これにより発見時の調査や科学的な取り組みがより厳密なものとして行われるようになったようです。ですから考古学の専門家と接するときは、常に根拠となるものを出典を明示しやり取りするようにしていました。私の場合、少なからず父が地質学で東京の国立図書館に論文があるレベルの学者なので、以前から科学的な取り組みに触れることがありました。その点、大まかには馴染んできた経緯があります。ちなみに考古学だと地層のことは土層と呼ぶようですね。私は地質学に幼い頃から触れてきたので、今までの動画でも地層と呼んでいますので、考古学の専門家の方と接するときは皆さんも土層と呼ぶといいかもしれません。そして一つの転機が訪れる。2013年に鎧が出た横穴場の周辺の森林が整備されることになる。整備を行う建設会社の社長さんに写真を撮影することを伝えると、昔うちのじいちゃんに世話になったという話が出て、心よく撮影を許可していただきました。以前協力したことがあったらしい。原住民ならではの関係性、少しじいちゃんのありがたみをかみしめつつ写真を撮ってみると、あれ、これは前方後円墳っぽいな。他の前方後円墳と比較してみようと写真を並べてみる。一つの角度で形が同じだからといって前方後円墳とは限らない。何かいい方法はないか。当時まだドローンが世間に普及する前でしたが、自分の会社の別件でドローンの導入を検討していた時期でした。まだドローンに関する情報がごく少なく、何もわからない状態でしたが、スタッフにロボット相撲の県大会で優勝したことのあるラジコンの重さを採用してあったので、ラジコンにヒントを求めました。こちらは当時の Google マップの航空写真なんですが、まあこちらでも確認することは、できますね。前方後円墳の形になっているかと思います。で、これがドローン映像、まあ今回一部をですね公開すると、まあこちらは前方部で、この前方の方ので、こちらは後円部、これが紅葉の季節にですねかなり色づいてる時に撮って、
だいぶ違って見えるかなと思ったんですけど。で、こちらがですね、3D データですね。複数のドローン映像を組み合わせて立体化したものなんですね。まあ本当にですね、こうやって見るとですね、前方後円墳型というかですね、形はですね、本当にもう証明できたんですね。もうすごく考古学の偉い人って言ったらあれですけど、偉い方からですね、そういうお墨付きをいただいてたんですけど、だからそれと、この古墳の前方後円墳ですね、どうもこれがですね、近畿の、要は、盛り土、完全に盛り土で、積み上げてできたものが、前方後円墳と言われているようで、九州がですね、ここ以外もですね、割と自然地形の活用した、要はなんか、こう、高台で盛り上がった地形ですね。そういったものを利用して作った前方後円墳というのが、ところどころ見られるんですね。有名な福岡県の赤村の卑弥呼の墓ではないかと言われていた、前方後円墳とかもね、すごい大きな、全長400メートル超すような、そういったものってあるんですけど、あれも、要はやっぱり自然地形を活用してるってところがネックになるみたいで、でですね、これが、本当にですね、古代の人の立場に立ったら、逆にですね、基本的に、自然地形を活用して作る方が全然労力的に楽というか、工事にかかる人数であったり期間とか省略できているものなんで、だからはっきりとこれは断定でできないんですけど、もしかしたらこっちの九州のこのやり方の方が先だったりするのかなと思って、現在の時点ではこの横浜坊というのは前方後円墳の末期に現れたみたいな言われ方してるんですけど、確かにそうです。いろいろ調べていくと確かになんかそういった感じなんですね。そこが今でも引っかかってますねはい。そんな感じで資料や動画をたくさん作ってですね、いろんなところに送ってたくさんこう考古学に関するやり取りをしてきてですね、だから2010年に始めて2015年ぐらいになった時ですね、もう5年ぐらいその時点で経ってたんですけど、考古学の私の知る範囲、つながる範囲でのオールスターともいえるメンバーがですね、一堂に会してみんな集まって現地で実際にこう前方後円墳かどうか確かめてみようという機会ができたんですね。本当非常に嬉しかったですね。それこそ大学教授だったり大学院で考古学を専攻されていた方で、現在もプロというかそういう仕事をやっている方というのがですね、私が知る限り最高の、この辺りの最高のメンバーが集まってですね、現地に入っていくんですよ。結論から言うと、もちろん前方後円墳ではなかったですけど、もともとですね、その横穴坊がただこう穴を開けてるだけの横穴坊ではなくて、その上にこう盛り土があって、いわゆる墳丘ですね、こう円墳のようになってる可能性は非常に高いというのは以前から言われてたことなんですけど、それちょっとやり取りしててふと思ったのが、以前
考古学のまたしきたりというか、以前聞いた話なんですけど、基本的にですね、すでに出てる論文というか学説というか、それをですね、踏まえた上で、自説をこう展開していくのが、セオリーというか風習というか、要はその先輩が何かしら調査して発表したものがあったら、その続きをやってる感じなんですよ、基本的に。それがずっと続いてて、で、まあ考古学の世界でも、まあ、学芸員、まあ、博物館とかの仕事であったりとか、大学院の、まあ、そういうのはまあ研究生にあたるんですかね、とか、まあ、そういう人たちが、これからこう、いわゆる、こう、キャリアアップしていくにあたっては、ちゃんと今までの発表されているものを踏まえて、自分の研究を進めて発表してという形でやってって、ある意味最後に、まあなんか、教授だって何らかの組織のトップだったりとか、考古学に関わる地位にたどり着くのが、彼らの、いわゆるキャリアパスというものですね。そういった形で彼らの進路があるんですよ。だからなんか、頭ごなしにですね、今までのものむやみにこう、ひっくり返すようなこと絶対出てこないんですよ、考古学界というのは。考古学界というか、まあ、考古学の世界って感じですね、その業界というか。まあ、けどそれってある意味、本当、正しいというか、実際にですね、報告書とか論文とかチェックしてると、すっごい細かい、もう本当に、膨大に調べてやって、もう一覧化されたものとか見ると、本当ですね、馴染みがないと、ビビるというか、あ、すげえな、こんなやってんだって思うぐらいやってあったりするんですね。まあ当然といえば当然なんですけど、裏を返すと逆にちょっと違う角度というか視点というか、逆になんか民間の流行り物というか、商品とかにしてもパッとガラッと流行りって変わったりするわけじゃないですか。そんな感じで変わったりは絶対しない世界観なんですね。だからそういうのもあって、まあ、だから逆にその反論というか、むやみにこっちのこうね考えていることというか、それを主張するのもおかしな話ということもあってですね、それがやっぱり直に接してて分かることですね、それは。で、まあ、この時にですね、一つ収穫があったのが、この前方後円墳の近くに、もしかしたらここ古墳じゃないかなみたいに思ってた場所があったんですよ。そこがですね、明らかにこれはもう人工物だみたいな形で認めていただいて、まあ、古墳という言い方はしなかったんですけどね、人の手が入ってできたものだと、そういう、まあ、確認をしていただいたところ一箇所あったりとかして、でもちろんその最初の方でもちょっと一つの謎として掲示してあったこの鎧は誰が着ていたのかということなんですけど、それはですね、やっぱりもう誰かっていうのは極端な話、まあ、鎧に名前が書いてあったりとか、その鎧に関する説明書じゃないですけど、そういった文章とかがはっきりあれば、これはどこそこの誰のだみたいなはっきりできるんですけど、それはもうほぼ不可能というか、ないものはないんで、けど大体ですね、この周辺のもろもろのことはわかるので、この時にまあ話に出たことを一つ挙げると、これと同じ形のそっくりの鎧が出た古墳がですね、すごくこう意味深な場所というか、貴重な場所から出てるこの鎧とそっくりな鎧があるということが、ここでまあ初めて知ったんですね。それはまあ対外的、外部に対してはっきり
知らされているものではないんですね。それまで宮崎県の宮内庁御陵墓もある西都原古墳に同じ鎧が出てたりとかしてて、でまだ他にもですね、その鎧が出た横穴墓と同じ特徴を持つ横穴墓というのがあったりしてて、ちょっとまたですね、それで大体この人はこんな感じだったんじゃないかなという人物像は見えてきましたんで、それはまたちょっと別途動画にしたいかなとは思ってます。まあ結論から言うと、最初に掲げた謎の、一つ目のこの鎧は誰が着ていたのか、で二つ目は、この横穴墓が前方後円墳である可能性、それはもうちょっとね、現時点ではもう横穴墓であって、前方後円墳ではないという結論なんですけど、それにしてもですね、私もこの期間で国学の勉強というか、それこそもう時間があればずっと調べて普通よりは詳しくなりました。だからその一同に関して現地で確認してからまたさらに7年今経ってるんですよ。2015年のこと、今2022年なので、だからこの7年間でまたさらにですね、分かってきたことというかあるというか、このチャンネルで出している動画とか、私がいろいろ今まで調べたりやってきたことっていうのは、ある意味この今掲げた2つの謎にずっと近づこうとしてるんですね。でそれがなんか分かりやすく、なんか本に書いてあったりとか、単純に答えが分かるようなものではないので、ずっとこの分かる、周辺の状況環境、証拠というか状況証拠的なものですよね、それをこうずっと追い求めてるような形でもありますね。だから基本的にはもう全部このチャンネルの動画っていうのはつながってるというか、一つが、この九州山地の、歴史であったりとか、そういう自然ですね、やっぱ災害も自然の一つというかね、歴史の中でいろんなことが起きて影響を及ぼしてきてるんで、そこら辺をですね、またちょっとさらにですね、これを、今回、身近にあったのはそう調べてみたら、こう意外な結果にたどり着いた後編ですね、この動画は後編なんですけど、さらにまたですね、完結編というかですね、続きをですね作っていきたいと思います。この次回すぐにですね、その完結編的なものを出すかといったらちょっとまだ不明というかですね、検討中ではあるんですけど、もうずっとそうやって調べてて、だんだんこう分からないようなことが分かってきたというか、私自身ですね、こうプログラマーとかシステムエンジニア、プロジェクトマネージャーとか、IT に関するですね、コンピューターに関する仕事をずっとやってきて、データであったり IT の側面からこう謎に迫ってって、かなりこう掴めたというか輪郭が分かってきて、でそれは考古学をがっつりやってきた方に対して、こちらもいろんなこう知識を蓄えたりとか理解するようにこうね頭を使ってきたんで通じたんだとは思うんですけど、縁がなかったなんかそういう考古学分野の方々にですね、つながっていくことができたなというのが、それもまたその結果のね、一つではありますね。はい、そんな感じで、また続けていきますし、そのうちまた完結編の方ですね。完結編というか、次は、要はこの鎧を着てた方は、どんな方だったかというところをですね、示する動画になってくると、またちょっとそれがですね、絵的に見てても結構面白いものを作れそうだなとは思ってますんで、ぜひですね、またこのチャンネルの動画を見ていただいて、
高評価や応援のコメントをですねいただけるとありがたいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。